Have there been any talks? Is it a possibility for New Year's Eve? And specifically opponents, Yusuke Yachi knocked out a great striker last time, knocked out the great grappler in Kitaoka tonight, and has been calling out Kron Gracie. Is that a match that might be a possibility, or what's going on with that negotiations? 柔術界からはクロン・グレイシー推しの声がすごく出てるんですけれども、年末に向けてその現実性があるのかどうかで、特に先ほど谷地選手のコメントでも、谷地選手は、打撃に強い選手でも KO を取って1本取って勝って、で今日はグラップリングに強い北岡選手にも勝って、で次クロン・グレイシーっていうふうに私たち期待するんですけど、どうでしょうか。はい、クローンともずっとコミュニケーションを取ってます、もちろん。でクローンはライジンのことを気に入ってくれていて、まあ、彼が多分出てくるのはことになるルール、まあ、これはもう本当にグレイシーの人たち、特にヒクソンの子息、ヒクソンのルーツ、ヒクソンにルーツを持つクローンはやっぱりルールと対戦相手だと思うんですね。だから彼らはコンペティションとか競技会とかに興味があるわけではない。これはヒクソンとも話してるんですけども、やっぱり彼らは本当にグレイシーっていう自分たちの一族の誇りをかけて戦う舞台、戦うそういう決闘、果たし合い、そういうものに興味があって、そういう意味ではタイトルに興味があるとかそういうことじゃないんで、クローンもだからその戦うことの意義っていうところ、何のさっきも言いましたけど、何のために戦うんだっていうところがきちっとクローンの中ですんなり落ちる、すんなり納得できる選手であれば、彼はニューイヤーズイブで戦うんじゃない、戦ってもらえるというか戦う機会を作れるんじゃないかなと思ってます。まあ、この8月に入ったところでアメリカに飛んでクローンともゆっくり話をしてこようと思ってます。ただ本当に北岡選手やら谷地選手が今日クローンの名前を出しましたけど、まあ、これも本当に谷地クローンっていうものを、まあ、ファンがどこまで見たいのか、じゃあそこに対立概念がきちっとあるのかどうかも含めてですね、クローンともしっかり向き合っていろんな話し合いをして、ニューイヤーズイブに彼の試合が組めるよう、交渉していきたいとそう思っています。ですね、北尾谷地選手に限らずですね。I forgot to ask. Today we saw the announcement about